3、2、1。ユッキーと伊藤恵里のモト GP レディオ始まりましたけれども、今週は、初めての試みなんですけれども、日本とそして伊藤恵里ちゃんは今どちらにいるんでしょうか。はい、私は今カタールにいます。はい、カタールってどこの国ですか。はい、カタールという国です。国ですね。はい、はい、カタールが国の名前です。そうですね、はい、ということで、はい、モト GP レディオ、はい、ついにですね、今年の1月から始まって、うん、この開幕を迎えるということでね、開幕第一戦はカタール GP で、今伊藤恵里ちゃんは現地にねいるということで、現地からの生の情報をお届けしようと思います。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、この、はい、この番組は、私、マントには詳しいけれどもモト GP は全然詳しくない、モーターサイクルジャーナリストの小林由紀と、そして、はい、モト GP とモト E 電動バイクレース、モト E を主に取材して記事を書いている伊藤恵里がお送りします。よろしくお願いします。そしてよろしくお願いします。この、モト GP レディオなんですけれども、毎週ですね、1回、いろんなモト GP に関する話題をお届けしていて、うん、基礎情報からですね、そして今回のようになんと現地からのね生の情報を、皆さんに分かりやすくお伝えするということで、伊藤恵里ちゃんね今カタールですね、うん、今日は何月何日ですか、はい、3月の8日。あ、同じです。はい、こちらも8日の今午前2時ですね。あ、午前2時、日本は今午前8時朝なんですけれども、はい、金曜日ということで、はい、日本はですね、実はね同じ日に全日本の開幕戦があって、で昨日木曜日にね公式練習、始まったばっかりというところなんですけれども、モト GP は、うん、木曜日走行はあったんですか。ですね、木曜日モト GP は原則として走行はありません。あ、ないんですね。はい、なので、ライダーたちはプレスカンファレンスに出席したり、あるいは囲み取材に出席したり、うん、で、はい、あとですね、開幕戦、これならではのイベントなんですけど、恒例、毎年恒例のクラスごとなどなどの写真撮影というものをメインストレートで行ってました。あ、なるほど。例のコース上でみんなドワーッとこう並んで撮る写真ですね。そうです、そうです。はい。はい、はい、じゃあまあもう取材は始まっているってことですね、うん、取材はもうすでに、はい、もうすでに始まっております。はい、私もここも木曜日からフルスロットル全開でバリバリ取材してまいりました。そうですか。じゃあ、はい、今日はそのカタール GP、まあ、開幕直前、本当の直前ですけど、うん、現地でね、うん、仕入れた情報なんかをお話を伺っていこうと思います。うん、はい、まずカタール、うん、そのサーキット今年初めてってね先週言ってましたけども、初めて行ってるんですね。はい、初めて私も行って、正直大体の情報、文字情報で気温とか気候みたいなものは調べて行ってるんですけど、はい、どんな感じなのか正直やっぱり来てみないとね、わからないところもあって、うんうん、まあ、カタールも一応北半球に属するので、一応季節としては冬。冬、まだ冬。そうですね、けど季節としては赤道に近いんだから暑いんですか、うん、寒いんですか。いや、と思うじゃないですか、うん、私暑いと思って半袖持ってきたんですけど、うん、そんなに暑くないです。あ、そう、何度ぐらい、うん、昨日気温は、ですね、昼まで多分30いかないぐらい、25度以上30度未満みたいな感じですかね。あ、じゃあちょうど過ごしやすい感じの。そうです、そうです。私はメディアセンターにいることも行ったり来たりすることもあって、長袖シャツ1枚で過ごしてました。はい。湿度はどのぐらいなんですか。まあ、砂漠の国なのでね、うんうん、カラッカラって感じです。あ、
なるほどね、はい、うん、全然湿度は感じないです。 あとはなんか、うん、なんだろう、外国あるあるだと冷房が効きすぎ、はい、効きすぎで寒いとか、そういうのは大丈夫ですか？あります。寒いんだやっぱ。メディアセンターがやっぱ寒いですね、まあ、メディアセンターは大体どの国も寒いんですけど、ね、はい、やっぱ寒いんですかね、マントのメディアセンターも。ね、マントのメディアセンターは冷房はないですね。本当に？でもそっか、冷房つける気温じゃない。冷房施設があるとこがほとんどない。あ、そっか、あっちの方はないんですよね。そうだそうだ。そう、割と最近まであのなんだっけ、あのレコード最高気温が27、8度しか行ったことがなかったので、うん、まあ、ちょっとここ数年もちょっと行ってますけど、まあ、そもそも暑くならないんでって感じです、ね、必要ない。うん、そんな感じだったかな。でなんかその、はい、カタールといえばなんかこう勝手にね、あのお金持ちの、はい、国っていうイメージがあって、だからサーキットもあのさぞかし豪華なんだろうなって想像するんですけど、どうですか、行ってみて。あ、おっしゃる通りですね。はい、もう去年2023年にサーキット全体が改修をされたんですけども、うん、あの、まあ、私はもちろん今回初めてなので改修前のルサイルインターナショナルサーキット知らないんですが、うん、知ってる人の話によると、もう本当に変わったと、改修で、っていうことでした。はい、じゃあだいぶ綺麗に、ものすごく、なんか、はい、日本のサーキットだと例えば、はい、まあ、そのツインリンクモテギ改めモビリティリゾートモテギとか、はい、はい、フィスコ、あの富士スピードウェイなんかが結構こう豪華な感じはするんですけど、それに比べてもすごいって感じ、はい、もう全然、ごめんなさい、全然と言われても 言うとすごく申し訳ないんですけど、あのやっぱりね、あの中東っぽい建物っていうところもあるので、やっぱり大きく違います、うん、はい、何が具体的にはどう違うんですか、大きいんですか。大きいというのもあるんですけど、まずピットが入ってる建物ありますよね、うんうん、はい、あれがもう何て言うんですかね、あの中東っぽいこう土というか漆喰みたいな建物あるじゃないですか、レンガになるのかな、うん、あ、あの乳白色というか白いベージュの、うん、はい、ちょっとこう何て言うんアラビアンチックな建物を想像していただくと、大体そういう色がイメージできると思うんですけど、うん、その色の建物がそのレンガ造りみたいな建物がドーンって大きく、はい、しかもあの当然ナイトレース開催が予定されているので、はいはいはい、照明設備もものすごくしっかりしてるんですが、そっかそっか、はい、パドックもものすごく明るくて、うんうん、しかもですね、反対側ピッツの反対側向かい側にはオフィスが同じようにそのレンガ作りにドン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 ってこう並んでるんですよね。あ、まあめちゃくちゃそれもでかいんですけど、うんうん、あのそのオフィスの上にこう液晶がついてて、ははでその液晶にあのチームオフィスはここを今例えば LCR のチームオフィスですよみたいな、うん、液晶でこう中上選手とかの顔が出てるんですよ。じゃあもう日本だったらそのチームの看板を用意して持ってかなきゃいけないのが、はい、それは必要ないってこと、ないんです、そこには。はい、そうなんですね。びっくりですよね、その液晶ももうどでかいというか、まあ、ちょっとした私たちが例えばお客さんで見た時のあのモテギでメインストレートに前にこうでっかい液晶あるじゃないですか、レース展開が表示されるような、はいはいはい、あれの、半分に割ったところのがこう建物にくっついてるみたいな印象だと思ってもらえると、めちゃくちゃ大きいんです。もうじゃあ いきなりもうそんななんか洗礼っていうか、圧倒されましたね。はい、これはねちょっとごめんなさい、写真、まあ、今回音声配信なのでなかなかそういうのがお伝えできず、はい、もうすごく残念なんですが、
私の、インスタグラムや、はい、旧ツイッター X に写真を載せているので、はい、別に私のアカウントを宣伝したいわけではなく、本当にこの風景すごく見ていただきたいので、ちょっと検索してですね、伊藤恵里で検索していただければ出ると思うので、うん、ちょっと見ていただければと思います、はい、概要欄にもリンク貼っておきますけれども、あ、ありがとうございます、はあ、はい、へえ、じゃあ、まあ、サーキットそんな感じで、でまあチームの人たちはもちろんもう設営をしていて、でじゃあ走行前のその木曜日は皆さん何をやっているんですか、はい、チームの人とかライダーさんは。その、うん、ライダーは、はい、あ、どうぞどうぞ。集合写真を撮ったりとか、あとは何してるんですか。あとはカンファレンス、プレスカンファレンスに出たり、うんうん、囲み取材っていう、こう、はい、ジャーナリストにこの時間にライダーがここ来るから質問したい人はどうぞっていうふうに開かれた質疑応答の場が、囲み取材っていうのがあるんですけど、はい、その対応をしたりしてますね。あとは、私もそこまで詳しく何してるのかわからないんですけど、うん、木曜日はとにかくこうインタビュー対応とかスポンサー対応みたいなものをかなりライダーはしてるみたいです。あ、まあね、うん、開幕戦だからやっぱりね、特にそういうのが大事というか、でもみんなね忙しいのに大変ですね、ライダーさんとか、うん、大変だと思いますね。ねえ、あとやっぱ開幕戦ならではだなっていうふうに私感じたところがやっぱりあって、うんうんうん、なんていうんですかね、まだやっぱり木曜日って走行が始まってないので、ライダーの方たちも、まあ、忙しいは忙しいけれども、うん、ちょっとこうリラックスした感じなんですよね、やっぱり。あ、なるほどね、はい、うんうん、まあ、ライダー同士で談笑したり立ち話したりみたいな、うんうんうん、で私たちジャーナリストにもちょっと気軽にね、立ち話で答えてくれたりみたいな感じの、ちょっとまだやっぱり走行前の雰囲気が漂ってるんですけど、うん、開幕戦っていうこともあって、はい、比較的ですね、まあ、写真撮影もありますし、うん、イベント感みたいなものがちょっとありましたね。なんというかこう、お祭りがこれから始まるんだぞみたいな、なるほど、ね、こうワクワク感みたいなのがこう、ライダーだけではなく、まあ、チームのスタッフ、うん、まあ、その場にいる人たちからこう、なんていうんですか、雰囲気がそういうのが漂ってるなっていうのを私はその場に行ってすごく感じました。あ、そうですか、うん、でカタール GP でもうお客さんはもう いるのかしら、まだなのかな、木曜日はゲストかな、まだいるのはゲストですかね。観客席ってどうなってるんですか、はい、さっき普通にスタンドがあってお客さんがこう日本と同じような感じ、それとも、あ、そうです、そうです、そんな感じです、はい、じゃあ、まあ、はい、明日からですね、来るとすれば、そうですね、明日から、まあ、もしかして今日いたのかもしれないですけど、多くはまあやっぱりゲスト今日はねになるのかなと思います。なるほどね、はい、でじゃあ伊藤恵里ちゃんは、もうそのカンファレンスに出たりとか、あと囲み取材いくつかこなしたかなと思うんですけど、はい、はい、いろんなチームだったりライダーだったり、うん、なんか話題があれば教えていただけますか。はい、まずは、はい、もう開幕前にしてすでにフランチェスコ・バニャイア選手がロカティと契約更新したというあたり、はい、皆さんもね、まあ、大体驚きはしないけど、やっぱ速さにはちょっとびっくりしたかなと思うんですけど、まあ、年々本当に契約タイミングも早くなってるんですよね。始まってないな、え、何年契約、来年の話をもうしてるってことです。来年から2年契約の話をもう今年の開幕前にしている。あ、じゃあ通算3年はじゃあ走りますよっていうこと。そうなんです、今年 の末で切れる契約の更新を、うんうん、今年の開幕前にしたっていう形です。あ、なるほどね、はい、だいたいライダーの契約って、元 GP ライダーの契約はだいたい1年もしくは2年が基本になっています、うん、でフランチェスコ・バニャイア選手の場合は2024年、今年のシーズン末をもって契約が切れるというタイミングだったので、うんうん、まあ、ちょっと早めの契約更新という形になったということです。
はい、いや結構これは異例だよね多分。早く異例でもないんですよね。あ、そうなんだ。なんかこうイメージだと大体、はい、あの夏ぐらいにその話が出たりして、夏でも早いよっていうのがなんかちょっとこう我々バイクブーム世代だとね、なんかあのシーズン週末ぐらいに大体決まるっていうのが昔のやり方で、そうなんですね、でも最近早くなったから夏にはもう話出ちゃうんだみたいな、はい、あでもそうなんだ、シーズン始まる頃にはだから、あそうなのね、うん、まあね、そうおっしゃる通り、うん、こうその年に切れるんだったら、まあ、前半戦で、うん、いわゆるこうライダーも結果を見られて、ライダーもチームのこう、うん、マシンとかを見てっていうので、じゃあ今後どうするってなると思うんですけど、うん、ね、まあ、早い。でもこの異例かって言われると、まあ、すでにマルケス選手とか確かクアルタラロ選手も数年前同じようなタイミングだったはずなので、ね、はい、ちょっとね、だんだんだ本当早くなってるんで、ライダーは本当に大変だと思います。どんどん本当に早くリザルト出さないと、うん、後で出しても契約しないよって言われた後に出してもね、うん、結果を出してももう遅いってなっちゃうので本当大変だなと思いますね。まあ、でもあれだよね、あのこれから走る、チームに複数年契約とかが、はい、まあ、今頃決まるパターンもあるけど、あの例えばその開幕前にもう来年は別のあのチームとか、それはないのかな、あんまり。それはない、さすがにないよね。さすがに、はい、それはさすがに、そうですね、さすがにそうですね。そうだよね、なるほど、はい、なるほど、そうですね、それはまだないですまだないですね。なるほど、わかりました、はい、じゃあ、はい、あと他にライダーだったりチームだったり何かトピックスありますか、うん、そうですね、やはり皆さん大丈夫かなと気になっているだろうメーカーの一つ、ヤマハのクアルタラロ選手ですね、はいはいはい、そうですね、実はもうこのプレスカンファレンスでもあの契約のデッドラインみたいな話の質問も出ました、うん、はい、なんてことそうです、あのいわゆるこう彼はもう今年で契約更新のタイミング、うん、彼もまたそうなので、あ早めにこう動いていくだろうということで、多分その質問が出たらだろうし、私たちみんな多分どのあたりで決断するのかなというのはやはり気になっているところの一つではあります、うん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 、まあ、厳しいことを言うとですね、 は、 はい、まあ、もちろんあの名言デッドラインについての名言はしなかったんですけども、クアルタラロ選手のコメントによるとですね、私これ多分先週もちょっと話したような気がするんですけど、うん、先週かそれかセパンの公式テスト後の配信で話したような気がするんですけど、まあ、いわゆるこうメンタリティがヤマハの中で、うん、メンタリティとか取り組み方がだんだん変わってきているというのはクアルタラロ選手が感じているのは事実だそうです。ただこれユキさんにあのそれで何が変わったのって言われた時に、私がこれはあのすぐに結果が出るような変更ではないのでと私答えしたような気がするんですけど、まあ、まさにその通りで、クアルタラロももうちょっと時間を見ないとね、かけてみないとねっていうようなことは言ってるんですね。うん、まあ、だから要するにちょっとまだやっぱりクアルタラロ自身もマシンもそうだし、それ以外の部分についてももうちょっと求める部分があるのかなという印象は私は受けました。うん、結構その公式のね、そういった、まあ、記者会見だったりとか、まあ、というか、うん、まあ、囲みでもそうだけど、そう公にそういう自分の気持ちを言ってしまうっていうのは、なんかすごい正直な感じだなっていう、なんかいうふうには受け止めますけど、だってなんか問題あったとしても、なんか開幕戦だしね、普通言いたくないであろうことだけど、だから、まあ、ある意味ちょっとチームの人にこう、うん、ちょっと投げたい何かがあるのかしらね、わかんないけど
へえ、そうですか。アクアルタラロ選手の場合はヤマハの状況がね、ずっと苦戦が続いているのは誰が見ても、うん、結果が示す通りなので、うん、あえてそこをね、ポジティブにいくことはないのかなという状況もあるのかもしれないですね、うん、はい、ただ、まあ、変わってるというふうなことは確かにあるということなので、うんうん、でも時間がまだちょっと見なきゃいけないのかなというふうに感じているみたいですね。どうですかね、はい。まあ、割と漠然としたね、はい、なんていうのかな、そのなんか気持ち的な話であったりするので、まあ、それは実際ね、これから予選決勝と、まあ、そうですね、レースも2つもあるし、うん、それにどう反映されてるのかっていうのはちょっとレースの結果を見ると我々も、うん、あ、そういうことかってね、分かるのかもしれないですね。なるほど、そうですね、うん、はい、あとはそうです、ね、気になる人とかどうですか、うん、現地で見かけたり話したりした人がいると思うんですけど、うん、まあ、そうですね、やっぱり、まあ、プレスカンファレンス2回目の方に出た3人はすごくやっぱり私は気になるライダーだったんですね。その人、うん、そのうちの1人がマクワルタラロ選手で、はい、もう2人がマルク・マルケス選手とペドロ・アコスタ選手だったんですけど、はい、うん、まあ、マルケス選手はね、まだやっぱりドカティ、ホンダからドカティに乗り換えて、乗り換え中なので、まあ、乗り換え中でまだもうちょっと乗り換えに適応に時間をかけないとねっていうような感じ、うん、かなと思います。なるほど。でアコスタ選手はですね、やっぱりちょっとね、うん、前々から私すごくいいキャラしてるんだよねっていう話してると思うんですけど、はい、なんかね、カンファレンスでもそうだし、まあ、グループフォトでもそうだったんですけど、うん、なんか本当にこう新人とはあんまり思えないような、うん、なんていうんですかね、堂々としてる感じがありますね。そうなんだ、すごいですね、お若いのに。ね、そうですよね。で、まあ、実はそれもカンファレンスでもうベテランみたいという意見もありますけどみたいなこと聞かれてたんですけど、うん、まあ、当然、いや、そんなことないと思う。まだまだレースをね、うん、やってないし、今バイクもどんどん進化してるから、うん、集団の中での動きもね変わってきてるし、うん、うん、っていう、まあ、非常にこう地に足のついたコメント。あ、うん、でも、まあ、前も言ったようにそれをすごく真面目な感じでこう淡々とっていうのではなくて、なんかこう彼のキャラクターが出るような、もちろんこう回答するときはね、ちゃんと真面目な感じで言ってくれるんだけど、こう時折ちょっとニコって笑ったり、こう、そうなのね、みたいな、うん、言い方をしたりっていう、すごくね、親しみ持てるなっていう、なんて言うんですかね。うん、そういう感じですね、うん。結構堂々としてて、なかなかね、レースでもこれ堂々とされたら先輩たちはちょっとね、気になっちゃいますよね。ああ、ね、なんか楽しみですね。うんうん、ちなみにそのプレスカンファレンスって、はい、記者は何人ぐらいいて、質問はどうやってやるんですか。はいはいはいって手を挙げてやるのか、うん、それともなんか代表質問とかでやるのか、どんな感じ雰囲気なんですか。うん、はい、プレスカンファレンスはまず会見場という場所で行われるんですけども、うん、そこに、まあ、指定の時間に私たちジャーナリストは行きます。うんうん、で、どのぐらいかっていうと、まあ、グランプリによるんですけど、はい、カタール GP の場合は、の木曜日の場合は、ジャーナリストはどのぐらいですかね、20人、30人くらいかな、もうちょっといたかな、はい。まあ、フォトグラファーもいるのでね、ちょっと。なるほど。はい。はい、っていう感じです。で、どのような感じで質問するのかというと、まず、そう、おっしゃる通り代表質問を、やっぱりそうなんですね。実況の方が、はい、はい、実況とか司会の方がされます。はい、まあ、それを終わった後に、じゃあジャーナリストの方どうぞという形でやるんですけど、それは
その場を仕切る担当の方がいらっしゃいまして、はい、その方にこう目かもしくはこう手を挙げてちょっと合図を送って、なるほど、はいはい、私質問ありますみたいな感じで、で、あ、オッケー、じゃああなた次ねっていうような感じでマイクが回ってくる。でマイクが回ってきたら話して、はい、質問をして、はい、ありがとうって言ってまたマイクを返すみたいな感じですね。はい、じゃあもうそれはあのマントー TT レースも一緒ですね。あ、同じですか。同じ、全く一緒ですね。もう、なんで、あの、なんか質問をするにあたって記者がこう競い合うとかっていうのはあんまりなくて、そう、なんか割と、なんだろうな、あと、まあ、あの、なんかチャチャが飛ぶみたいな感じはあるかも。チャチャが飛ぶ。そう。どういう状況ですか。あ、みんなでこうなんだろう、一応代表質問だけどなんか普通にこう、うん、いろいろいろんなとこからこう声というか声かけがあるっていうのはあるけど、うん、まあ基本的にはそんなにこう自分が手を挙げてんのにみたいなそういうのはないですね。なんか目くばせ聞くばせでなんかうまく回ってるって感じで、うん、その場は。であと聞きたい人はもう本当に終わってからあのこう聞きに行くんだけど、はい、でもライダーはもう疲れてるから帰りたいみたいなやつね。はい、それは大体一緒ですね。そう、大体そう、やっぱそうなんで、ね、モータースポーツの世界にそうなんですね。はい、へ、大体じゃあ同じなんですね。ねどこの、はい、そっかそっか。そんな木曜日でした。カタールでは、うん、糸襟ちゃんは何を食べて過ごしてるんですか。私はですね、幸いというべきかホテルにまず朝食付きのホテルだっていうのと、うんうん、あのサーキットでケータリングがありがたいことに出ているので、はい、はい、あのそれを食べて過ごしています。なるほど。ケータリングは何が出るの。サンドイッチ、ちっちゃいサンドイッチとか、うんうん、あとちょっとね、あの、なんていうんですかね、料理名を書いてもらってなかったのでこれは何だろうと思いながら食べたんですけど多分羊かなんかのこう肉団子みたいなやつとかを食べましたね。そういうのがこう出てますね。あとなんかこう揚げシューマイ、揚げ春巻きみたいなものも出てたり。なんか美味しそうじゃない。美味しかったです。美味しかった、よかった、よかった。美味しかったです。はい、うん、美味しかったです。辛いのが苦手なので私。あのそうなんだ。はい、辛いのがあったらどうしようって思ったけど、こっちは辛いのはあまりないのかな、ちょっとわからないんですけど。そうなんだ。へえ。今のところは辛くて食べられないっていうようなことはないですね。はい、じゃあ、はい、あのね、あのサーキットの中でも飢えずになんとか飢えずに、はい、取材ができそうですね。ちなみになんですけど、はい、あの今日スーパー行って、うん、なんかビタミンって書いてあるんですけど、これ、はい、デカビタみたいな飲み物なんですかね、こっちで言う。あー、メーカーを見るとポッカみたいに書いてません。あ、ポッカっぽいね。ポッカでいいんですかね、うん、へえ。それを見つけたのでちょっと買って飲んでみたんですよ。うん、味はいわゆるこう、はい、なんだろう、ちょっとやっぱオロナミン C とかあのそういう感じとは違う感じはしますけど、あ、違う、まあ、それに今近い感じです。ちょっと苦いのかな。へえ、はい、あ、じゃあそれあの怪しげなドリンクを飲んで元気を出して。、はい、元気を出して、はい、はじゃあいよいよ、今日から走行が始まるってことですね。はい、で、そうです。レースはさ、ナイトレースだけど、あの、はい、金曜日の走行とかは夜なの？昼間から始まるんですか？あ、もちろんあのレースが夜なので、はい、あのそのために、はい、練習走行、フリー走行も夜の時間帯になるんですが、うんうん、モト3とかになると、うん、あのいわゆる1回目の走行はまだ昼まで14時ぐらいから。あ、はい、そっかそっかそっか、モト3から始まるのかな、うん、はい、はい、そうですね。モト GP の1回目のプラクティスでもやはりまだちょっと日が残ってる状あの時間帯ですね。あ、まあ、2回目でようやく、うんうん、はい、ナイトになります。でもまあめちゃくちゃ暑いってわけではないんだね、昼間でもね。
あ、そうですね。全然まだ、過ごしやすいです、本当に。なるほどね。で、夜になると、うん、私今、上着とあの長袖両方着てるんですけど、うん、もうこの格好でもちょっと寒いぐらいの気温になります。あ、ね、あ、なるほどね、はい、やっぱ寒暖の差っていうか、うん、その気温の差が激しいんだね、昼間と夜で。激しいですね、やっぱり、まあ、これは砂漠だからねって言われました。あ、なるほど、経験してる方には はい、うん。じゃあいよいよね、あの開幕ですけども、はい、今はまだ深夜なんだね。そちらそうです、6時間時差なので、こちらは深夜2時、そうですね、まあ、3時前になりますね。はい、じゃあこれ今から何、ちょっとは少しは寝て、それで、はい、備えると。はい、その予定です。わかりました。じゃあね、日本の全日本もね、はい、ちょっとなんか気温が低くて大変とか言いながら、あの始まりますけどもね、でも全日本もね、なかなか面白そうなんで、今年もね。じゃあちょっといろいろ、はいはいはい、あれですよね、ちょっと開幕が早いのもあって、そう、気温、あと今週末結構寒いって気に、そうなの、そうなの、だから出ます、ロンが5度ぐらいなんじゃないかって言ってて、タイヤ機能するんでしょうか。そう、朝の8時半から二輪の方が予選が先の日程なんですよね、確か。なんか、うわ、大変だ。昔それを逆にやったら、あのタイヤカスがすごかったからっていうんで、まあ、二輪が多分先なんだけど、まあ、かえってその時間的には相当厳しいっていうことで、まあ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 ね、みんなあの安全に、どうぞご安全にって感じですね。うん、なるほど、なるほど。では、はい、こんな感じで、開幕直前スペシャルということで、はい、じゃあ次回はね、うん、開幕戦のエピソードなんかを、はい、じゃあついにね聞けるということで。そうですね、ついに聞けますので、あのお聞きいただけますので、私は開幕戦カタール終わったらちょっとだけカタールに滞在して、その後ポルトガルに飛びます、事前の取材のために、はい、なので引き続きちょっと海外を移動ぐるぐるしながらになりますので、はい、また海外からこの MotoGP レディオをお届けするという形になります。はい、ということで、じゃあ今週はこんなところで、はい、はい、じゃあまた、来週皆さんにお会いしましょう。はい、じゃあね、ありがとう。ありがとうございました。